三船正彦は、京都府上用市出身の自転車プロロードレース選手。過去に、欧州で活躍し、ロンドファン・フラーンゲレンなどに、日本人として、初めて出場した。現在は株式会社、マッサ・エンタープライズ代表。中学生時に自転車ロードレースに興味を持ち、自転車部のある、花園高校に進学。本格的に競技を始める。インターハイや近畿大会で入賞。 1987年、高校卒業とともにプロを目指して、オランダへ渡る。1989年に、一旦日本に戻って、国内実業団チームで活動し、全日本選手権6位、ツールド北海道総合9位などの成績を残す。1992年に再び、オランダへ。1994年、念願のプロチーム入りを果たすが、 この時はチームが活動開始前に予算不足で解散したため、この年は個人選手として活動する。1995年にようやく FS マエストロと契約。本格的にプロロード選手として活動を開始。1997年からはトニーズ・スタイナーに移籍。実質的に同じチームであるラウンドブーはクレディット時代と含めてこのチームに 合計6年在籍。この時にロンドファンフラーンデレンに日本人として初めて出場している。春のクラシックレースシーズンでは、リエージュ・バストーニュ・リエージュに3回、ヘント・ウェベルヘムに6回、デパンヌ3日間に2回、その他にもヘッド・フォルクやイーサンなどにも出場。秋のクラシックレースシーズンでは、トップ10入りも複数回果たしている。2003年から宮田スバルに移籍し、 国内に戻って活動を継続。2004年には香港サイクルクラシックで優勝。ツアーオブサウスチャイナシー第2ステージでも勝利。2005年もサンデイスロード熊の第1、第3ステージで勝利した。2007年にマトリックスパーアタグに移籍。2008年に引退を表明したが、この年のツアーオブタイランド第2ステージで勝利した。シクロクロスの分野でも実力が高く。 2002年1 2001年シーズン全日本選手権を制覇し、世界選手権に5度選出されている。ロードでの引退レースは、ツアーオブサウスチャイナシー。選手としては2009年の関西シクロクロス第10戦であった。プロアマ期間通じて1500回のレース経験があり、入賞回数も200回を数える。引退後は、関西を中心に日本各地のブルベに 積極的に参加しており、ブルベの最高峰と言われるパリブレストパリにも2011年から3回連続で参加している。ありがとうございます。